阪神競馬場第9レース診療特別3歳以上1000万条件ダート 1400m 出走メンバー15頭の競争向こう上面順調に各馬ゲートに収まって最後に15番タガノジーニアス収まりましたゲートイン完了ですスタートしましたわずかに14番ベーストタラチネ15番タガノジーニアス好スタートですがずっと最内から1番ミカエルシティ早くも3馬身リードを取ってダートに入ります5番アディラートは2番手を取りました1馬身差9番ヨドノビクトリー7番ブライツガウ13番マリームーン先段外目から行っていますこの後ろに14番名称タラチネ1馬身差中段固まりました10番ブルームーン外15番タガノジーニアス8番の名称イサナ最内から2番のシゲルメジロザメ固まっています3コーナーのカーブに向かうところ1馬身差4番タマモカトレア3番アバンサル外6番ペイシダイバー残り8003頭1段後ろから2頭目12番のシーズララバイ2馬身半相手11番セレッティが最後方から行っています3、4コーナー中間残り600です先頭1番ミカエルシティですがリードが詰まってきました5番のアディラートそしてその外に9番ヨドルビクトリー接近3頭下がなくなって3頭の外に持っていった13番のマリームーン4頭一塊広がって4コーナーカーブから直線に向いて5番手外に持ち出したのが10番ブルームーンです直線の攻防わずかにヨドルビクトリー先頭ですがこのうちからアディラート13番のマリームーンを追って200を間もなく切るところその後ろから追ってくる10番ブルームーンとタガノジーニアス4番手5番手の攻防前は抜け出して13番のマリームーンリードを2馬身内から盛り返すようにアディラートブルームーンさらに15番のタガノジーニアス持っていますが先頭はマリームーンゴールイン2番手争いは広がったまま15番のタガノジーニアスが伸びてさらにはこのうちで10番ブルームーンそして5番アディラート最後の最後外から11番セネッティ差し足を伸ばしていましたペンダン外目13番のマリームーン後位追走から直線抜けました勝ちタイム1分22秒上がりタイムゴールまでの 800m が48秒5 600m は36秒3です3歳の新馬13番マリム500万1本万と2連勝です最後は3馬身4馬身と突き放す快勝でしたまずは13番マリームーン完勝2着争い広がりましたが15番タガノジーニアスが2着そのうち最内から伸びたグランアディラート3着2頭の間の10番マリームーンと10番のブルームーンと11番セレッティで4着争いでしたが5着まですんなり上がりました阪神の第9レース1着は13番のマリームーンです福永雄一騎手福永雄一騎手これで今日3つ目2着は15番のタガノジーニアス3着はこのアディラート4着に10番ブルームーン5着11番ソレッティと上がっています確定まではもうしばらくお待ちください